先月22日に始まった展覧会、中にはさまざまなフィギュア作品がずらりと並んでいます。その数はなんと2000点以上。動物やアニメ、特撮、さらにはこんな作品も。なんとも幅広いバリエーションです。これらはすべて日本のフィギュア制作を代表するメーカー海王堂が手掛けました。私たちの目に飛び込んできたのは懐かしい映画の主人公。これは実際の映画に使われた大魔神の像。大阪府門真市にある海王堂の本社です。扉を開けるとそこは創作の場。新たな作品を生み出すまさに海王堂の心臓部です。柔らかい粘土をやった後にこうやってこう点々とこうすごいアナログなね。そのうちの一人が古田五郎さん。生き物系を得意としています。模型も好きだったんですけど生き物ももう大好きで、学生時代は動物の専門学校に実は行ってて、まあ、動物系の仕事に何かつけたらいいなっていうふうに漠然と思ってたところがあって、その動物と模型がこう一緒に海洋堂にくっついた。古田さんはリアルを追求するため針金を使って外からは見えない骨格作りから始めます。針金で最初から作っておくと立体的に失敗がないっていうのと、縦横奥行きの3次元がうまく表現できるっていう。そこに粘土を使って筋肉を表現し色をつけて作品に仕上げます。この日作っていたのはワニ。その作品が県美術館に飾られています。一心に色を塗っているのは塗装師の清水優子さん。大学時代には日本画を専攻していましたが、爬虫類の造形に興味を持ち海洋堂に入社しました。大学の時結構自由に何でも描かせてもらえたので、好きな爬虫類ばっかり描いてたんですけども、したらその先生がそういうの好きやったら面白い会社あるでみたいな感じで。この日色を塗っていたのは爬虫類のイグアナ。清水さんは基本の色を忠実に再現することを心がけています。生き物に関してはちょっと難しいんですけれども、一応一般でよく知られてる色を選ぶっていうのが基本なのかなとは思ってるんですね。ちょっと変わった色してるやつとかもあって、魅力的には魅力的なんですけれども、やっぱりみんなが知ってる色っていうのが一番。基本の色を大切にした作品も県美術館に展示されています。ところで海洋堂が本格的なフィギュア作りを始めたのは1982年のこと。新しいもの、楽しいもののほか、より優れたものづくりを開発の基本に、オリジナル作品を次々と生み出してきました。その82年に僕らフィギュア始めるまでは、日本に今でこそフィギュアメーカー、フィギュアショップいっぱいありますけど、一つも日本にはそれはなかったのですよ。そして2000年代初頭には食玩ブームに乗り、一気に会社が急成長したほか、評価も急速に高まってきました。全然物にならなくてずっと貧乏やったんですよ。ところがお菓子のおまけに僕らのフィギュアを入れた瞬間に、それまで何百何十しか作れんかった、売れんかった動物たちがいきなり3年間で1億3000万個というね、僕らにとっては信じがたい、もう大革命が起こったわけなんです。で、まあ、いよいよフィギュアというもので海洋堂の名前が世の中にどんどん広がっていって、それまではマニアのものだけだったのが、いきなり、ね、一般の人にも知られるようになったのです。以降も造形の精巧さやセンスは世界的な水準と評価されていますが、
その作品作りには変わらぬ信念があるといいます。まあ、リアルというかそうリアリティというかね、本物そのまま再現じゃないんです。そこに作家性、絵画的な要素を入れる作家性のある作品を作り続けていきたいと思ってますね。リアルの中に作家性を盛り込む、それを際立たせたのがベテラン造形師の大梅さん。美少女フィギュアというジャンルを確立させたパイオニアで、昨年度にはフィギュアの業界としては初めての文化庁長官表彰も受けています。そんな国が認める造形師のこだわりは、よく言ってるんですけど、やっぱりかっこよくてかわいい、だからまあ自分でかっこかわいいっていう役でやってるんですけど、そういうのを目指してるんですね。また動くことのないフィギュアに動作をつけることで、まるで命が宿っているかのような姿を表現しています。なんていうかな、髪の毛とかそういう止まってるフィギュアが多すぎるから、だからやっぱり動的というか風とかそういう力でそういう動きを出せば面白いものができるんじゃないかとか。現在制作スタッフの数は形を作る造形師が14人、色を塗る塗装師が4人の合わせて18人。会場に並べられた2000点以上の作品にはそれぞれ作者の思いがこもっています。生き物タッチのフィギュアっていうのも、動物と生き物を知り尽くした造形師さんたちが作っているからこそできる、特撮のキャラクターたちもたくさんいますし、幅広い年代の方がご存知のキャラクターとかもいると思うので、そちらもぜひ